宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ちかこです。最初にお知らせがあります。札幌なんですけど、はい、7月24日日曜日の会場と時間帯を変更させていただきましたのでお知らせします。ですね、スタジオ A ライフスタイルクリエイトさんっていう場所でして、札幌市の南区になります。はい、で開催時間が11時からになりましたので、前回ね、決めてた時間ちょっと遅いスタートだったんですけど、そうなんですよ、違う会場借りれましたので、はい、参加していただきやすい時間帯になりましたので、北海道の皆さんぜひいらしてください。この機会でぜひいらしてください。はい、それとですね、広島が1日増えました。そうなんですよ。何日か前にちょっと広島で温浴会をした時に、とりあえず温浴会に来て、どんな感じでワークするのかを聞いてみようと思ってきたんですっていう方が結構多くって、だけども、次回の広島ワークは全部埋まってるみたいな状況だったので、はい、ちょっとね、もう一日増やして、はい、温浴会を体験していただいた人が来れる日を、ちょっと移動日としてね、ちょっと置いといた日があったんですけど、もうそこするかみたいな感じで、はい、もう私たちはもう休暇はできません。休暇するなということのようなので、はい、うん、はい。ね、そう、7月16日土曜日、はい、もう一日増やしましたので、はい、広島の皆さんいらしてください。はい、よかったら、その広島に来ていただいたね、お浴会に来ていただいた方の中に、YouTube されてる方がいらっしゃって、男性の方なんですけど、その彼が、私たちの温浴会での感想をね、こう YouTube でシェアしてくれたので、なんかそれがすごく上手なのよね、そう伝え方が。わかりやすいんや。全然私たちよりも上手です。よかったらね、温浴会迷われてる方、行ったらこんな感じになるんだっていうのが、わかると思うんですよ。はい、見ていただいたら。よかったらね、その YouTube をね、見てください。はい、すごい。はい、ね、いい感じの方だもんね。そうそう、爽やかな感じで。まあ、ちょっと宇宙人っぽかったけどね。前回、悪魔に育てられていたかもしれないとかいう、ね、回がありましたよね。悪魔とか、その闇のものっていうのは、まあ、親とか、まあ、ね、その人の周りに入り込んで、どうやら、その人の光を潰すっていうかさ、闇はもう光を、なんか怖がってるから、光を出さないように、ちっちゃい頃から潰すっていう役割で来てるんではないかということがだんだん分かってきたんですけど、いや、そう考えてみたら、なんか若い時に、私とちかちゃんもそれやられてたかもっていうのを思い出したんですよ。本当中学生ぐらいの時に、すごい夜寝てたら、お腹が痛くなって、それがもう尋常じゃない痛さで、なんか、もう人生最大ぐらいの痛さで、真夜中よ。で、痛すぎてなんか気失うぐらい、で、もう痛すぎて家族も呼べないぐらい。あ、マジか。そうそう。なんか死ぬかもしれん、このまんまって思いながら、で、はって次の瞬間に痛くなくなったんよ。そしたら、浮いてたん、自分が。え？だから、いわゆる、幽体離脱って、はいはいはい、こういうことな、体はあるってこと、寝てる。体はあって、真っ青な、ってか青白い、布団から出てるね、顔とか自分の手とかがもう青白いのを、上から自分がこうやって見てる。なんか死体みたいじゃん、そう、死体みたい。で、それを見てるんよ。ほうほう。で、その見てる自分っていうのは、ソフトボールぐらいの大きさなんよ。へぇ、感覚が。ほう。で、それの私が上からそれを見下ろしてて、あれと思ってたら、部屋の角っこの、ほんと隅の方から、黒い空気がやってきて、なんかもう闇みたいなやつ、はいはい、空気がやってきて、ソフトボールの大きさの私をぐわって空気ごとくるんで、
ぐわって連れ去ろうとするの。怖っ。怖いよ、怖いよ。うわ、連れて行かれると思って、で、引っ張られるよ、本当に。だけど、一生懸命、やだやだやだって、こう、抵抗するんだけど、でも引っ張られるみたいなのがあって、早く、その、青白い私に自分が戻らんと、他のやつが入るって思ったよ。あ、チカちゃんのその体に、そう、他のが入るっていうのはすごい焦ったんよ、自分が。やばいと思って、乗っ取られるみたいな。おぉ。ほんで、もう、すっごい、うわーって言って、大声で、なんかに、嫌、うん、だーみたいな、うんうん、帰るんだーみたいなのを、うわーって言って、で、はって気がついたら、戻ってたんよ。え、その時はお腹痛くないの？お腹痛くなかったの、その時。帰った時は。あれと思って、うん、え、今の夢かなと思って、で、まあ、寝たんよ、そのまま。だけど、その感覚っていうのが、夢だったら忘れるじゃん、そう、そうしたりしたら。ね、でも、それが、ずっと忘れない。めっちゃリアルな。そう。まだそんな感じになり、なるかもしれん、今日、みたいな。予感っていうかさ、感覚っていうのは何遍かあったんだけど、うん、でももう絶対来させないみたいな。え、それって親にも相談できないっていうか、誰にも言ってないかったの？そう、いや、話はしたけど、なんか、ああ、そう、流体離脱って、まああるんかな、ぐらいで終わってる。お母さんとか？うん。でも本当になんかもう乗っ取られるとかもどっかに連れ去られるっていうの恐怖感っていうのがすんごいずっとあって、もう今思い出しても、昨日の夜起きたことっていうぐらいの、リアル感が残ってるんだ。そう、だからなんか気抜いたりしたら、やられるかもしれんみたいなのはあったよ、しばらくっていうか。今はもうないでしょ、うん、今はないけど、結構ね、だそれ10代だったから、13歳、14歳ぐらいの時だから、やっぱなんか20年ぐらいは、なんかやられるかもみたいなのはあった。でもそれってもしかしたら本当に狙われてるたっていうかさ、こいつを潰しておかなければみたいなさ、かもしれないな。だよね、そうなんですかもしれないっていう、そういう体験があったわけ、私はなんかちょっとまあ40代かなぐらいの時に、ちょうどパン屋さん経営してて、自分がやってた時に、サンドイッチとか作ってる時に、なんか男の人が来て、急によ、キツネついてますけどって言うの。知り合い？初めて来た人で、この人が。そうそう。ほいで、その時に、え？って言ったの、私が。キツネちゃん。え、何この動きって自分でもわかんないのに、え？ってなって、しかもこう、なんか、お尻、ぴょこんって感じの、そうそう、動きをしたわけよ。え、何と思って、で、ちょっとそれ、やばいので、撮りましょうよって言われて、そしたら同じ時期に、やっぱ朝子さんなんか、キツネいるっぽいので、撮りましょうよって言われて、二人に、同時ぐらいに言われて、あららとか思って、じゃあお願いしますって言ったことがあるんよ。いつ着いたんですかって聞いたら、その人たちが言うには、なんか日光で着いてきたみたいだっていうわけ。東照宮。だから日光に行った覚えは、小学校6年生の修学旅行以来ないわけね。もう、その時からみたいな。うん、なんか結構もう細胞に入り込んでますとか言われたりして、ってなっちゃってたんよ、その時。で、それがついてたら本当にマイナスの方のエネルギーがすごい強くなるから、一旦取ったらめちゃくちゃそのマイナスエネルギーで元気が出てたところもあるので、ちょっとシューって動けなくなるかもしれないんですけどいいですかみたいに言われて、でももうそれ嫌だから、何日か後に来てもらったんよ。で、その時に粗塩を用意しといてくださいって言われて、握って舐めておかないと暴れるって言われて、で、その時に、あ、そういうものがついてたら、塩を握って舐めたら暴れないんだっていう、ね、知識はついたわけで、私ね。二人ともそういう力がなんかあって、
て、うん、なんか前世で結構お坊さんとかやってた二人だったみたいで、そういう能力があったから、なんか挟んで、二人がかりで撮ってくれたんよ、その時に。すごい、でも豪華やな。だからそれぐらい強いきついやつだったみたいで、出てきたら尻尾が9本あるやつ、9尾こいつなんだ。で実は一人の人がね、僕あの夕べね、その1本のその、うん、あなたについてる尻尾が襲ってきて死にそうになったって言われたよ。首絞められたんだって尻尾に。マジってなって、でそんだけ一本の尻尾でもすごい強いものがあるから、うん、これちょっとすっごい大変なんですみたいな、なんか呪文みたいの備えてくれたりなんかして、うんうん、取ってもらったらもう見事に私がふぬけになった。へえ、うん、そのエネルギーが、そうそう、へなへなへなってなって、うんうん、もう立てれないのよ。一週間ぐらい、なんかずっと寝続けた覚えがあるんだけど。へだからさ、ワークやってても、うんうん、そういうね、系のやつが、そうそうそう、やっぱり入ってた人ってさ、ひゃーってなるもんな。そうそうそう、ふぬけになって力が出なくなっちゃうよね、うんうん。うん。だからそれも分かったし、こ、うん、うやって、ね、知らないうちに入り込んで、やられてたんだっていう。ことも分かったわけよ。まさかさ、うん、修学旅行に行ってさそんなことになっとるとはさ、本当にそうなんですよ。怖いよな。うん、でもそっからもう私は、あ、波動だっていうのもすごい気づいて、うん、やっぱり自分の波動を上げておかないと変なものにまた入り込まれたら嫌じゃん。だからもう上げることにもう専念したみたいな。うん、うんうんうん。でやっぱりそういう重いもんが入ってて抜けると、なんか感覚的に軽くなるったっていうのが分かるわけよ、うんうん、そっからよ、宇宙語も本当にベラベラ出てきた感じ。びっくりしたけど、なんかずっと宇宙語喋り出して、うんうん、でその私のそのついてたものを取ってくれたのは、実は一番応援して協力してくれたのが前世の巫女さんですって言われた。へえ、なんかめっちゃ強い巫女さんだったらしいよ。うん、うんうん、なんか家来がいっぱいいる巫女さん。自分の前世。自分の前世がなんかすごい巫女さんだったから、その人がすっごい力があって、一緒に協力して実は取ってくれたんですよって後から教えてもらった。うんうん、ワークやって、うん、そういうものとかも取れたりとかしたら。うんうん、なんかみんな本当に輝き出してさ、うんうんうん、光を放ち出すよね、うんうんうん、本当に解放されると。そうなんですよね。まあだからね、闇系のものが入り込んで、うん、なんか光を出さないように操作されるなんていうのは、うん、なかなかね、あのないことかもしれないけども、うんうん、でもあり得ることなんで、うん、そうなんですよ。だから、まあ、そういう体験が2人あるので、うんうん、さらにそのワークをやっていて、わかるんですよ。うん、ああ、やられてるって、うんうん。そうなんですよ。それで、まあ、取れた瞬間もわかるし、うん、だからこそそういう経験も必要だったのかもしれない。でね、私もう一つね、思い出したことがあって、うん、若くして亡くなっちゃった人、覚えてるかな？女性なんだけど、うんうん、そう、その人、ちょっとなんか変わってたっていうか、もうどんな感じに思ってた？え、あの人やろ？そう、あの人。重かった。重かったよね。すごい重かった。うん、そうそうそう。なんかね、私もね、重いなと思いつつ、うん、絡んで仕事とかもしてた人がいて、うん、で、その人のなんか施術かなんかを頼まれてやったことがあったんよ。へぇー。うん、そしたらその人が立ってるじゃん、うん、立ってた時に下から手がいっぱい出てきて、白い手よ、見えたんよ、それ。真っ白の手がその人のちょうど真下ぐらいから何本も出てくるっていうのを見たことがあって、うーわ、なんだこりゃと思って、うん、この人なんか下から狙われてると思ったんよ、うん、なんか
足をグッと引っ張られたら下にグッて行っちゃうみたいな、うんうんうん、人ではないかみたいな、うん、なんか怖っと思ったんだけど、それ本人には言ってない、怖すぎて、うんうん、そしたら3ヶ月後ぐらいに突然亡くなってしまった。ちょっと急だったよ、ね、うん、だからなんかわからないけど、その重いエネルギーすぎて下から狙われるってこともあるんだって分かったよ、その時、うんうんうん、その人さ、うん、本当にこれからやるぞっていう感じだった。そうだったんだよね、うん、それから立ち上げて、うん、事業、ある事業を立ち上げて、うんうん、もう責任者としてやるぞっていうタイミングだったよね。そうなんだよ、うん、でもそんなことはさせるもんかみたいな感じで、てって出てくるんよ。もう初めて見ましたけど、本当にリアルに青白いの、しかもなんか地獄から来てる手だっていうのが分かったっていう感じ。うん、10年ぐらい前かな、うん、になるかな、ね、今ってなんかそういうものが全然感じられないんね、私たち、うんうん、なんか宇宙人からあなた方を守りますっていうさ、メッセージが実は来てて、うん、そのメッセージの後にこういう活動するようになったんですよ。うん、でその時の話も面白くって、あのちかちゃん笑うんですけど、次の動画でその話しますね。はい、はい、7月が予定です。はい、はい、じゃあ7月の予定です、はい、7月1日2日大阪名古屋は、満席です。3日の静岡はまだ大丈夫です。そして、13日東京音浴会、こちらはまだ大丈夫です、はい、14、15の東京ワーク満席です。そして16、17、うん、両方広島です、はい、で18日福岡ワークです、はい、そして22日神戸音浴会、23、24札幌なんですけど、はい、23は満席です、はい、24日札幌まだ大丈夫です。8月です。5日東京ワーク、はい、6日東京音浴会、7日東京ワーク、そして8、9、これ増やしました。横浜です。はい、横浜ワーク2日間です、はい。そして19日名古屋ワーク、20日大阪音浴会、21日神戸ワークです。そして、27小島音浴会、28小島ワークです、はい。9月の3日大阪ワーク、9月の10日はね、小島でちょっとね、ヨガのイベントを考えていますのでね、はい、また詳しく決まったらこちらお知らせします、はい、そして23、24、25、26、4日間ね、東京です、はい、23は音浴会ですね、はい、あとはワークですね。ちょっとね、概要欄に入るスペースっていうのが決まってて、なんか全部入れられないらしいんですよ、うんうん、だからまあ順々にアップしますので、はい、申し込みの時に概要欄をチェックをお願いしたいんです、はい、場所とか時間とか、はい、持ち物とか、そう、支払い方法とか、ね、はい、全部書いてありますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、それではまた、はい、ごきげん。